はい、えっちゃんねるのえっちゃんです。居酒屋でね、仲間内なんですけど、サイコパスについて話をしていました。サイコパスはね、実際ね、どのようなタイプがいるんだろうかっていう形で、みんなと話をしてみたんですけど、まあ、インターネットとかでもね、いろいろ、そういう種類とかっていうのは出ているんですが、まあ、大体のね、代表的な、サイコパス、その種類ですね、実際自分がどのようなタイプがいるのかをちょっと調べてみました。もしかしたらですね、あなたの職場や学校、身近にね、サイコパスがいるかもしれません。今回ね、自分が調べたサイコパスの情報ですね、こちらの方をお伝えいたします。サイコパスね、調べるといろいろね、サイコパスがいることを知りました。まあ、サイコパスっていうと、まあ、猟奇的に殺人だったりとか、残忍な行為を好む人というイメージがあるかもしれません。しかし、そういう犯罪をですね、実行に移すのは自分自身でないケースがほとんどです。彼らは裏で操って自分が足がつかないようにうまく立ち回るのがサイコパスだと思ってください。彼らが主に活動しているのは刑務所の塀の中ではなく、実は一般社会の社会の中で生息しているということなんですね。割合で言うとですね、男性の 3%、女性の 1% がサイコパスに相当するとアメリカの研究で調べられています。日本のね、総人口が、まあ、単純計算すると大体約185万人で、女性は約65万人ですね。まあ、決してね、まあ、1% っていうのは少ない数ではないですよね。サイコパスは一見すると善良な市民なので見分けにくいのが特徴です。普通の社会に、溶け込んでいるので、会社勤めをしている人もいますし、中には社会的地位の高い人もいます。まあ、目安になるね、彼らの特徴、これからね、5つ挙げてみます。まず第1です。利益を誘導する。他人を動かすには餌が、必要という形で、餌で釣るしかないと信じ込んでいるということですね。まあ、これはちょっとね、徐々に、詳しく、ご説明の方させていただきますね。第2です。嘘がバレても平然としている。まあ、嘘をね、つくことに全く罪悪感がなく、嘘をついているのにもかかわらず、自分の魅力的に、見せるために、自己演出が多くて、他人には見抜きにくいという特徴を持っています。第3ですね、隙をついてくる。他人が弱みを見せるのを狙っており、その弱みにつけ込んで、瞬時に踏み込んでくると。続いて第4、相手の痛みに鈍感。自分以外の人間は全員利用対象としか見ていません。他人が傷つくのに心の痛みはありません。口ではあなたのためになると言うんですが、利用価値がなくなれば冷酷に切り捨てるという特徴を持っていますね。第5、社会や人間に不信感を抱く。自分以外の人間を全く信じていないため、社会や人間に対する不信感をあらわにします。はい、ということでね、特徴5つ挙げてみました。その特徴自体ですね、まあ、いろいろな、特徴があるとは思うんですけど、まあ、主にね、まあ、社会だったりとか、で、どういうような口癖とか、まあ、どういうような態度を取るのか、まあ、これをね、細かくですね、説明していきたいと思います。まずですね、口癖といえば、こんなことは多いですね。これをやれば絶対あなたにとって良いことが起こる。これは自分の言う通りにすれば他の人を出し抜けるなど、すぐ餌をちらつかせる傾向があります。情や論理によっても人は動くということはね、サイコパスね、理解はできません。はい、じゃあ次のですね、口癖ですね。まあ、嘘がね、バレても平然としているという形で、まあ、口癖が、何それ、自分は全く知りませんみたいな感じで、まあ、平然と嘘をつくですね。自分を魅力的に見せるためなら自慢できるようなエピソードを捏造したり、まあ、例えばね、学歴だったりとか家柄、まあ、そういったものを偽ることなども平然と嘘つくことができます。まあ、嘘が発覚しても落ち着いてるケースがあるので、まあ、落ち着いてるケースがほとんどらしいですね。まあ、嘘をつくことに対して全く罪悪感を感じないと、まあ、そんなような形の、サイコパスですね。次、まあ、隙をついてくるかというところのものがあるんですけど、まあ、口癖ですね。今の話おかしくないですか？
ていうような形で、話を、ついてくるっていうんですかね。まあ、人間不信で彼らはね、他人は自分の隙をついてくるものと警戒してくると。なので、その反動でミスしようものならすかさず指摘をするということですね。まあ、あなたの話をずっと聞いてるけど、あなたの変な会話、その会話を隙を見て、ここおかしいよという形で指摘をするということですね。まあ、心理的弱点を見抜くのが非常に得意という形ですね。はい、次、相手の痛みに対して鈍感なのかっていうところですね。口癖、まあ、だから何っていうところですね。まあ、成長過程で愛情を学ぶことができなかったため、まあ、他者での共感能力にかなり欠けているケースが多いです。自分が相手を傷つけても、その痛みを想像することはできません。まあ、例えばね、まあ、アホかっていう形で言ったりとかね。まあ、べしべし叩いちゃったりとか。まあ、通常であれば、まあ、これを言ってしまったら心が痛むなとか、あとは、叩いてしまったら痛みが相手に生じてしまうなっていうことが考えられないということですね。つまり、相手から、こういうふうに言われたら傷つくでしょとか、相手にこういうふうに叩いたら痛いでしょっていうことに対して、だから何っていうような形で言うってことですね。いや、かなりやばいね。今思うと様々な職場を経験しましたけど、あの人サイコパスかもしれないという人が何人か自分は実は思い浮かべることができます。その時の自分の対応方法っていうのは、あまり関わらないということでやってましたね。ちょっとやばい人の人間の対応方法っていうのは、その場から離れることが最高に良いことだと、その当時は自分は思ってました。だからこそ転職が結構ね、多かったりっていうのはあったのかもしれないなと思いますね。まあ、現在はね、すごく安定していて、何年も勤めることができているので、もしかしたらサイコパスはいないかもしれませんが、まあ、しかし潜んでいる可能性は否定できません。はい、ということで、あなたの周りや学校や職場にこのような人はいないでしょうか。もしかしたらその人がサイコパスなのかもしれません。はい、ここまで、動画の視聴ありがとうございました。このようなね、自分に基づく苦い経験だったりとか、そういったストーリーですね。まあ、その教訓をね、皆様にお伝えしたいと思います。ぜひともですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。必ずクリックしろよ。